はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。サブチャンネルです。はい。はい、以上、必死。よろしくお願いします。ちょっと今日みんなちょっといないじゃん。今日は撮影しないって決めてたんですけど、食費がさ、ちょっとね、まあ、計算してみたら、書き出してみたらだけど、はい、結構変な感じの空気になったから、はい、コストコに今日空いてる2人で行こうってなって、今日買ってきたので、これでも食費に貢献したかちょっとわかんないよね。まあちょっとわかんないですよね。ちょっとなんか娯楽に走ったかな。ちょっと遊んじゃったかもしれない。なんかね、そんなでもちょっと買ってきたものを紹介しようかなと思って。でどれから行く？へえー、ちょっとどうします？だんだんに上げていきます、ね。上げていこうか。じゃあ一番ヘボいの何？いややめてくださいよ。じゃあヘボいの何だと思う？パンですか。いや言ったな。目玉商品だろ。自分で調べてコストコ行ったらみんなこれ買うみたいですよ。言ってたじゃん。こちら。じゃーん。これで458円。いやいやいや、めっちゃ安いよね。1個10円とかってことですよね。もうそうじゃんみたいな。すごっ。でこれはちょっと貢献したよね。はい、これは貢献した絶対。でこの中で一番雑魚なのどれ。あー次お菓子です。こちらこんなデカさのさやつないでしょ。隠れちゃってました今お菓子で。これがな、はい、え、これでしかいくらだっけ。これで600円か700円ぐらい、ね、はいね。どっから開けていいんですかね。どうやって、あ、これじゃん、はい。不甲斐ねえわ。先輩として不甲斐ねえ開け方だ。ああ。だこれって、はい、ちょっと余剰な可能性ある。じゃあ取ってあげよ。そんなに食べるかってことですか。そうそうそう、これで腹満たそうとするやついるかっていうところで、ちょっとみんなにあんまり言いづらい買い物ではあった。これ開けちゃったらなんかただいっぱい買ってた。確かに確かに、はい、ただ戻らないよ、これちょっと。戻らないタイプの開け方ちょっとやな。で、次何かな。次じゃあ、パスタですかね。こいつは、あれ、はい、こいつだって別に。まあ、そうですね。にぎやかしトイレットペーパーでもこれ助かるよね。はい、それは本当に30個でしょ。必死、はい、重そうだったもんね、これ持っててね。重かった人担いでるみたいな感じだったこうやって。いや、もう片手で持てない。いやこれあんま伝わんないけど4キロで1200円だった。超安いよね。これパスタ食べ放題でしょ。いっぱい食べますよ、本当に。だからパスタだけ買ってきてる人たちだから味付けるもん。ケチャップとマヨネーズしかないうちには。こっからもうそうですね。どっか誰だよ、どっか。ティラミス。ティラニーさん、ティラニーさんから。ティラニーさん。ティラミス。1.5キロ。これは食べたいよね。いやすごくないですかこれ。今すぐ食べたいです。本当ね。これティラミス1点。美味そうになってますね、ここから見て。これめっちゃ美味そう。こんなでかいの見たことないですね。でかいの続きでいく。肉2キロの肉買い2キロのこれですよ。うわー、これ今度食う動画あげよう。2キロの肉どうやって食べますかね。これこれどうやって焼くんだろうね。あんまラップうまくないんですよね。何がラップあんまうまくない。え、ラップ、はい、あ俺が B ボーイじゃないから。そっちじゃないこれね、すごい安かった。お寿司。これ僕がね、この後ね、これ食べる動画あげようと思って、一人で。これでも2600円ってめっちゃ安いよね。50円とかですか、1貫。1貫50円。安っ。それ回転寿司とかと一緒ってことだもんね。半額ですよ。半額だもんね。これからね、ちょっとコストコに行くことが増えたと思う、増えると思うんで、こんな商品おすすめだよとかね、俺は何も知らないで行ったからね、はい、広くてね。広くてもう本当に分かんない。迷子になりそうなやからね、はい。ということで、ただ買ったものを紹介する動画になっちゃった。パン1個食ってみよう。いや、いいですか。いやいや、一緒に焼けますよ。大丈夫ですか。何が賞味期限が3日とかですよ。これ3日なの?3日とかですよ、これ。食ってみよう。はい。いただきます。はい、いただきます。はい、あ、バターロールだ、普通の。おいしい。うん、まあ、おいしいですね。まあ、口の中3日雨降らなかった砂漠みたいな。え、でも普通に全然おいしいね。これ10円で考えたらえぐいね、コストコ。おいしいです、これあね、はい、
ということで、皆さん、ぜひ、おすすめだと教えてください。以上、サブザルネルでした。ありがとうございました。多分全然言うな。お疲れ、ミシルありがとう、今日。はい、やるやる。パンもう一個もらっていいですか？ん？もう一個でいいですか？何？パン。いいよ。普通にお腹減ってるんで美味しいですね。